友江川橋は、埼玉県秩父市区などどうか影森の間で、荒川に架か,かる、埼玉県道209号馬の影森停車乗船の橋である。友江川とはこの付近を、極流しながら流れる荒川の異名である。川口から 125.9km の地点の、荒川の深い谷に架か,かる橋町 172.5m。 総福院8.9メートル、有効福院8.0メートル、島町170位、また埼玉県の第二次緊急輸送道路に指定されている。歩道は下流側のみに設置されている。橋の断面は車道1.5%の横断勾配が付けられている。アーチリブの高さは28.0メートルで、上限材と下限材の高さは共に1.6メートルで、その厚さが 約0.95メートル程度である。上限材と下限材をつなぐ釣り材は直径54ミリメートルのロックドコイルロープが使われている。また、斜めに張られている釣り材同士が交差する箇所はクランプで固定されている。荒川の水面から橋の端面までの高さは約60メートルである。橋の東詰めを東に進むと国道140号の 七部県土整備事務所交差点に至る。西部観光バスの国内線やミューズパーク線のほか、小賀の町営バスの走行経路に指定されている。右岸寄りのバス停は、波長停留所が最寄り、本橋梁は特定非営利、活動法人シビルちづくりステーションによる、関東地域の橋百選に選出されている。 他にも埼玉県のぐるっと埼玉サイクルネットワーク構想に基づき策定された自転車見どころスポットをめぐるルートの秩父4ダムを回るルートや秩父7福神を回るルートや秩父町中と名水を回るルートの経路に指定されている旧友江川橋友江川橋が開通する以前は付近に都線上などの川を渡る手段がなく川を渡るためには下流の 浜栗りの渡か上流の柳の渡島で迂回しなければならなかった。現在の橋が架けられる以前のともえ川橋は1932年9月にカルー川の位置に旧船橋や白川橋に似た構成の吊り橋がこの辺りの荒川では両岸が最も狭まっている場所に生活道路として架けられていた。この吊り橋はともえ川の吊り橋とも呼ばれている。 白川郷と並ぶ秩父の二大通り橋で著名な継承地でもあった。橋町は153.4メートル、福音は2.6メートル、高さは水面から39.5メートルである。橋の主塔は両岸の段丘崖上に設けられ、鉄骨で組まれた鋭角な四角錐状の形状でトラス構造を持ち、桁は鋼穂、強しトラス構造で桁の両側に、 台風策及び台風施策と呼ばれる、桁の横変異とよじれを抑制するための鉄策が貼られている。橋唱は木製の板時期で橋唱の隙間から川もが望めた。単景観の橋で川景観は有していない。台風策が設置されているがそれでも風の強い日や、体制の人が橋を渡ると橋面が上下に揺れ。 荒川の家庭から橋面までの高さが約40メートルもあることも相まって大変怖かったようである。なお、この橋は自殺の名所だったらしく、この橋から見投げして助かる者はいなかった。橋は開通以来目立った被害はなかったが、1959年9月26日に台風第15号による強風で損壊し、橋桁の中央より左岸側が雨のように折れ曲がり、 京大都市ゲが3メートル下流側にずれた。橋は通行止めになり、七部土木工営所により復旧工事が行われた。この復旧以降、橋の通行は歩行者と自転車に限定された。この橋は1975年に新橋が開通した際に撤去された。橋の遺構や痕跡は残されていない。急遽が老朽化して橋全体が痛み、 橋面が傾いているのが目視でも確認できるほどにもなり、橋の通行が危険な状態になったため、強風による落橋を危惧した橋周辺の関係庁内4地区が中心となり、共江川橋建設規制同盟会が結成され、埼玉県及び秩父市当局や関係地主に働きかけた。また、小川の影森停車場線の共江川橋から先、 西側の長尾根峠前後に2キロメートルの区間を残して1962年度に工事が中断されたことから車両通行不能区間となっていたため橋と並行してその改修についても秩父市が県道がの影森停車乗船改修促進規制同盟を結成して県当局に働きかけた県は市が国道140号から橋までの直線道路を 建設することを条件に、憲兵を持って橋を建設することで、採択決定され、急暇のすぐ上流側の位置に並行して、埼玉県内初のニール線道瀬橋として架けられることとなった。橋は1971年寄港し、総工費は4億5400万円をかけて建設され、1974年9月竣工し、急暇より付け替えられた。これが、 現在の共栄川橋である。事業主体は埼玉県で、橋の施工会社は三菱重工業である。橋種の選定にあたっては、秩父の景観にも配慮され、架橋当時としては、三重県の生浦大橋の橋長197メートルに、次規模のものであり、現地にて製作された橋としては、最大のものであった。1972年春より、下部校の建設に着手され、 1973年11月より、橋桁の施行に着手された。株工は直接基礎で、仮設工法としては、キャリアケーブルによる斜め釣り工法が採用され、上限材が完成後そこから仮の調査区を設置して、下減材の構築を行う工法が用いられた。また、橋の仮設に合わせて、左右両岸に取り付け道路が整備された。橋の完成後は、 橋の挙動測定のための最下試験を行い、量の曲げ応力度や、謝罪軸力等の測定を実施し、橋の安全性の検証を行った。橋は、前後348メートルの取り付け道路の改修、及び拡幅整備の遅れから、竣工から開通まで2時間を要したが1975年7月14日、開通した。開通式は、 久那町会主催で同日午前11時より橋の田元にて挙行され、関係者約400名が出席される中行われた。式典では、新館のお祓いの後、荒船第二市や県知事代理、秩父市長の3人によるテープカットが取り行われ、秩父市指定文化財である国那し姉妹を先頭に3、世代家族や関係者による渡り染めが行われた。 トモ川橋より望む荒川この付近の荒川では、アユが釣れ、ここで採れたアユは、古くから、秩父アユと呼ばれ、全国的に有名である。また、この付近の荒川は大きく、S の地上に曲がりくねった、潜入蛇行地形で、貸し眼球も見られるなど変化にとむ継承となっている。この蛇行する地形を、トモ川の蛇行と呼ばれる。 川床の平均勾配は4から6パーミルである。付近は上流側に隣接する柳大橋とともに、清流保全実施計画区域に指定されている。秩父夜祭りの祭事の際は、市街地には交通規制が敷かれ車両通行止めとなる。ため、下流側の和道大橋とともに、国道140号の迂回路にもなっている。ありがとうございます。